ただいま就任の挨拶の場をいただきましてありがとうございます。また先ほどの私の副市長の人事案件に皆さんから応援をいただきまして心から感謝を申し上げる次第でございます。皆さんもご存知のように27年春には北陸新幹線が開業いたします。26年末には14市町村で合併をして10年が終わる年になってまいります。人口減少で少子高齢化の社会の中でますます厳しい財政運営が強いられる状況かと思います。また議員の皆さんの来年春の選挙では定数が32名に削減をされ、地方主権の中で住民自治が一段と高めていかなければならない時代でもございます。こういう時代の中で副市長を就任するわけでございますけれども、村山市長の市民がど真ん中をしっかりと私の立場でも支えていきたいと思っておりますし、市民の皆さんの安全安心安定と上越市のさらなる前進に向けて一意専心で職務に励む所存でございますので、議員の皆さん、市民の皆さん、そして多くの職員の皆さんの叱咤激励のほど心からお願いを申し上げましてご挨拶といたします。どうもありがとうございました。礼。以上です。